い青い空、太陽がもうさんさんと照りつけるこのど真ん中に、なんと皆さん、今日はですね、夜影丸ごと Go to 商店街、とうとう皆さん、夜影が世界に誇る商店街が今、幕開けをしております。ありがとうございます。空席を除いて満員のお客さん、ありがとうございます。あなたのままでありがとうございます。どうもありがとうございます。いろいろいただきましてありがとうございます。今日はですね、本当にいい日ですね。12月5日忘れもしません。僕はですね、夜影町に初めてここへ来た時に、ここにですね、丸中という大きなね、スーパーの跡地があったんですよ。でっかいスーパーやなので、パーッと入ったらですね、シャッターが閉まっとったんや、ここ。えらい、どないしたんやと思ったら、なんと夜影の商店街が丸中を潰したということがね、分かりまして、その前は何やったんやって聞いたらですね、なんかその前は牛をなんかこの辺をぐるぐる回しとって、その後商店街のなんか立派なショッピングセンターができたんや、これも潰れてしもたんやと。ここは何しても潰れる場所やと聞いて、今日はですね、イベントが行われまして、なんと見てくださいよ、この1万人という方がですね、この夜影に集まってるんですよ。皆さん、亡くなった方もね、生きてる方もいろいろおりますけども、そしてですね、朝からですね、ずっと僕はこの近くですから、この場所、実はですね、僕は最初に夜影に来た時に、山田から洋商団クラッと回った時に、山田というところにダイヤモンドみたいな畑があってね、そこへ4回来たんですよ。忘れません、あれはいつでしたかな、忘れとんね。4年前、2016年の12月12日に夜影町の佃邸という佃校長先生の家へ私は行きました。佃先生という方が立派な方でね、なんか朝日高校の校長会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 の人やということで、この辺で佃先生の家へ交代を言ったら、佃先生でございますか、いつもお世話になりましたって、直立不動や、どんな先生や思ってね、そこの場所を交わしていただいて、12月12日忘れもしません、笠岡からですね、笠岡の好み郷というところで2ヶ月おったんですよ。で、12月に追い出されて、どっか行かなあかんなって探し回ったんや。友とかね、福山とか、それ宮島とかですね、日本全国探して、ここを見つけたときにですね、実はこの場所が、ここは空いてると。この場所を美術館にしたらどうだと思ったんや。ところが丸中が買ってたんですね、ここ、土地を。それで僕は実はですね、尼崎というところに僕は100周年で出てきたんですよ。55歳の時に尼崎市民なんですよ。僕らは阪急塚口というね、高級住宅街の真ん中に生まれたんですよ。古屋の息子で、私は古屋の息子で番台で育ったんですよ。お風呂屋さんの番台で古屋で育って、そして毎日そこでですね、漫才をやってたんですよ。温泉寄せというのを始めましてね、温泉寄せで人が、屋敷高人とかね、いろんな方がですね、上沼恵美子さんとかゲストで来てくれはって、毎日そこで演芸をやってた。なんとですね、上方漫才大賞を取ってしまったんです。上方漫才大賞をいただいて、その時の衣装がこれなんです。皆さん、2000年の上方漫才大賞の大賞をいただいた時の衣装で来ました。これをこれで来て今日は喋ってまんねんからね。で、この夜影町に来てね、尼崎と違うところは空気がきれい、人がいない、そして風が優しい。これはね、コロナに持ってつける場所やね、これ。時にここへ来たで、島田洋一さんっていうね、ガバイばあちゃんの人も、吉本辞めたんや、僕と一緒に12年前に。あの人も3密なし、僕も3密なし、夜影人がおらへんやからな、いちいち1人か2人しか会えへんやから。で、僕はね、なんでこれ夜影に来たんかなとね、思いました。いつも夜影神社に歩くわけですよ、東の方へ。そうしましたら、なんと夜影神社の上に行ったら、なんと猿影城って書いてあるんや。猿影城がこの上にあったと、残ったんですよ。そこ行った時に毎日拝んどったらね、これ僕のなんか昔懐かしいなという感じがして、図書館で調べましたら、なんと猿影城は毛利元清という方が建てたんです。関ヶ原の合戦で。
その息子の毛利秀元というのが実は僕の前世なんです。5歳まで矢掛の三影城におりましたんや、前世が。それで僕はもうずっと毛利家というのが分かってて、それでここへ来たんやないことが分かったんや。そしてこの土地をパッと見たときに、ここは矢掛城になると思った。それで書いたのがこの矢掛城のこのこれでございます。去年のですね、文化センターでこれを書いたんです、壇上で。でこれは家で書いたんですけど、これは僕が見た矢掛城なんですね。これはね、本陣が400年でしょ、皆さん。今年で400年なんです。河原見たら400年。この400年のこの令和の時代にまさにですね、矢掛城をここで建ててね、そして毎日備中神楽とね、このやるんですよ、あの茨の今の太鼓。そしたら毎日これ高千穂神社みたいになりまんで、高千穂神社とか毎日で神楽をやってるんです。それを矢掛でやるんです、ここで。そして毎日これをやるんです、この真ん中で。そうしますと晩になってご飯食べるやろ、矢掛が泊まるや、行くとこないかな。そしたらここへ来るんや、晩の8時から9時半までここでやってる。そしてみんなが喜ばす、こういうことを考えてるんですよ。これがなんと毛利秀元がね、徳川家康のところに行って亡くなったんですけど、帰ってきて、そしてこの夢を叶えるためにここを買おうと町長に言うたんや。実は僕はね、15年前に尼崎城というのを書いてくれと商店街に言われて、大きな、今でもあるんですよ、阪神尼崎の駅前に僕らが尼崎城を復元して書いたものが。それを書きましたら、なんとこの令和の時代に尼崎城が建ったんです。尼崎城が、それが緑殿下という、僕がコマーシャルをやってたんや、富吉君と。見てて、こうたら一番元気ポッキー、緑がチューッと半端やおまへんなと言うてる、そのあご社長が10億円を出して尼崎城を建てたんや。横谷の上に矢掛城、言うたら矢掛城どういうことやって言うから、そこは猿掛城やって、そんな上に上がっても町長しょうがおまへんと。山の町長、ここのど真ん中に建てなはれと。そしたらなんとここはね、市民会文化センターあるやしやね、ど真ん中や、これが。ここにど真ん中で毎日これをすると世界の矢掛になります、間違いない、世界一の街になります。岡山は今は倉敷とか後楽園とかね、言うたら吉備津彦神社ですけども、岡山は矢掛がなるんですよ、これから。昔別府行ったでしょ、温泉で、温泉言うたら新婚旅行別府やった。ところがね、あの伊布院というとこができたんや。そしたらおしゃれな人はみんな行く、伊布院に行くんや。昔やったら倉敷、大原美術館が倉敷、あれは明治の後やね。全部ね、美術品は全部ね、外国から大原さんが買うとるわけや。違うんや、矢掛は江戸なんです、皆さん。江戸時代400年が矢掛にあるんです、皆さん。その夢を僕はですね、毛利秀元が帰ってきて、あの刀を筆に変えて、爆弾を笑いに変えて、ここで矢掛の城を作りましょう。皆さん、一人が作ってもダメなんです、みんなで寄付をしてお金を集めて、令和の時代にここに城を作るんですよ。ちゃんと坂川さんがここにおりまんだらな、石を運ぶ人がおるやんか、矢掛石運んで美声から削って大金持ちになった人やがな、あの人が全部これを、石を積むんです。石は皆さん、ピラミッドと一緒です、これは不滅なんですね。城は焼けても、皆さん、石垣というのはね、不滅ですよ。コンクリートでこう固めないね、石を組むだけでずっと残るんです。これは人間がやった一番素晴らしいことは石垣を作ることなんです。人間しか石を運べません。それを積むんです。ここに地震があっても台風があっても水害でも大丈夫、このど真ん中に石垣を積んで、一人一人が寄付をしようじゃないですか。ガウディもそうなんですよ。僕はバルセロナ行って、ガウディは最後グエルというね、金持ちから離れて寄付に回ったんですよ。サグラダファミリアを建てたのは、一軒一軒寄付を回ってサグラダファミリアができたんや。そこへ僕はずっと行ってたんですよ、毎月のように行ってて、スペインに行った時に、ああこんな街になったらええな、バルセロナみたいな街になったらええなと思って探したのが矢掛なんです、皆さん。
400年前は江戸時代は本陣は基本陣、これからは令和の時代は夜陰のこのど真ん中、ここに城を作りましょう。今これちょうど山の頂上からねちょうどええねや、加藤勝信さんから県会議員の偉いさんが全部集まってる。今日はここに夜陰城を作って毎日備中神楽をやるんですよ。太鼓を叩いて、そうしましたらコロナが終わった瞬間にみんながここへ集まる。間違いない、こんなええ場所ないよ。ど真ん中で平地が一番ええんですよ。この場所でみんなで笑うんです。マスクを皆さんするください。今大きな声でうわっは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 うわっは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 うわっは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 、天の扉は自分で開けるんです。これからは、昔はね、岩戸開きというのは神さんを騙して雨の岩戸を開けて、そして天照が帰ってきて、そして国が明るくなった。ところがこれからコロナウイルスは自分が笑うんです。一人でみんなで笑うたらコロナがうつりまんねん。自分が一人でね、空に向かってうわっは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 っ自分で自分を笑うんです。今日の自分の存在を笑うんです。アホになってわっは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 っ笑う角に福が来るんですよ。みんなが笑って夜陰から天の岩戸を開きましょう。中途半端な拍手やな。拍手するなら全員で拍手する、拍手しないならしてない。もう一度天の扉を開きましょう。やったらできまんが自分で自分を笑ってくださいよ。これが一番最高なんです。僕はね、28年間芸能界に乗って自分は笑えなかった。いつも計算して笑うことばっかり考えて、そっちは天国こっちは地獄やった。一番いいのは自分が笑ってお客さんも笑うことね。笑う角に福が来る。皆さんここで本当に今日はですね、ちょうど広畑さんと三宅さん、東和賢者の人集まってるわ。この方が集金しますんで、保険屋とやね、水道、下水屋さんやから一番ええねや、一番下やから。一番下の人が集め回って、やったら必ずですね、夜陰は金持ち多いと聞いてるんですよ。ね、金は持ってるけど使わんってな、ほんまに。大体持って死なれへんねや、孫にやっても遺産相続なるし、最後に夜陰城を作るのに全部金を投資しなあれ。そして一生はね、それが一番ええねん。夜陰神社でも全部金50円とか100円とか書いてまんがな、皆さんのおじいさんおばあさんが。やればできるやないかい、これ。それ岩倉作ってるやんか、ちゃんと夜陰神社で。やれば令和の時代できまんねん。お金持って死にまへんよ。あの世に持っていくのは感動と経験だけ。お金は置いてあの世に行かなあかんねん。孫にやったらろくなことないぞ。夜陰神社の城を作りましょう。どうですか。中途半端やな。これを集める方が2人集まってますんで、ぜひですね、この夢を実現して、この書いた夜陰城、ど真ん中360度ね、山々に囲まれた、こんなええとこないんや。このええとこをお城を作って、毎日備中神楽やって、太鼓を叩いて、こっから祭りを始めましょう。ありがとうございました。中途半端やな。ありがとう。はい、今日は楽しい一日でした。夜陰、この丸中跡で夜陰城ができることを太陽の下で願っております。ありがとう。